北東上空ポイント3207付近に未確認飛行物体を発見した科学警備隊は直ちに厳戒態勢を敷くと同時に現場に向け緊急発進した。派手な稲妻だな。こちら光、ポイント3261、3262、異常ありません。よし、全員引き上げだ。あ、キャップ、待ってください。ポイント3263上空に未確認飛行物体発見。キャップ、局長本部応答願います。追跡するぞ。光、どうした？聞こえるか？妨害電波なんだな。それも正体不明謎だな、やっぱり。レーダーもダメか。更新不能で待ってたんだ。緊急発進、光の行方を追ってくれ。何かあったんですか？わからん。ポイント3263で更新を絶った。3263、反応がないわ。レーダーが全く効かねえなんてぶっ壊れたんじゃねえか。よせよ、メカはデリケートなんだから。はい、さようでございますか。見てよ、すげえ。こんな場所でいつの間に。頼むぜ、ウルトラマン。何言ってるの、早く光隊員を探さなきゃ。おっと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 、いやでもまさかこんなとこに。
しかし変だな、あの UFO どこへ消えたのかな。まだ言ってやがる。その後どこのレーダーも捉えてないしよ、怪獣はウルトラマンが倒したんだ。まあいいじゃねえか。ビグのメカにも反応しないってことは光隊員の錯覚なんだな。そうね、きっと疲れてるのよ。ゆっくり休んだ方がいいわ。各警備隊員、各警備隊員は直ちに本部に集合してください。直ちに本部に集合してください。なんですって、ウルトラマンと怪獣の戦いを撮影したフィルム。テレビ局のスペシャル番組で放送したらどうかと売り込んできたというんだ。まさか、インチキじゃないでしょうね。サンプル用に送られてきたフィルムの一部を局の担当者が見た限り本物らしい。驚きましたね、すごいやつがいるもんだ。誰です、そんなことをするのは。それはわからん。相手の男は値段の交渉次第で残りのフィルムを送ると言ってるそうだ。そんなすごい話じゃテレビ局はもちろん乗ってるでしょう。そうだよな、視聴率だってグーンとアップ。下手な映画よりグッと気が利いてんじゃねえの。問題はだな、フィルムの中にウルトラマンの秘密が秘められているということなんだ。え、キャップ、それは本当なんですか。だからこそ放送前に我々の参考資料にと連絡が入ったんだ。それじゃあ残りのフィルムもすでに。テレビ局は相手の言い値で買うことに決定。明日残りのフィルムが到着することになってるそうだ。あ、面白い。ウルトラマンの秘密ってなんだろうな。楽しみだな。僕は反対です。今さらそんなもの間違ってます。中止させてください。なんだよ、お前が向きになることねえじゃねえか。何か訳があるのか。世界中の各地で怪獣の被害が相次いでいるんです。そんな時に茶の間のテレビで戦う場面を見せるなんて、いたずらに人心を惑わすだけですよ。そうね、確かにそれは言えるわね。私も興味本位の放送には疑問を持ってる。でも日常戦う俺たちが見る分には構わないんじゃ。そう、ウルトラマンの秘密とやらを知るだけでも俺たちには大いに意義がある。そうでしょ、キャップ。それなら問題ないんでしょね、光隊員。とにかく一度テレビ局へ行ってみる。今の対策もその時話し合おう。すると残りのフィルムにもウルトラマンの秘密は入っていないんですか。そうなんですよ、何しろ多額の金を払いましたからね。フィルムがつくとすぐ特別試写をやったんですが、がっかりですよ。そんな無茶な詐欺じゃないですか。いや、現像のやり直しとかで後で直接届けると言ってるんです。直接届ける、大胆だな。いや、相手もわからないし危険な取引なんですが、いや現に迫力満点のフィルムも届いてますから。さあどうぞ。それじゃあ行きますよ。あの怪獣、間違いねえ、昨日見たやつだ。問題のフィルムは光隊員が謎の UFO を追跡した時のもので、ウルトラマンと怪獣ミコノスの戦いが克明に映されていた。あんな山の中で一体何者がこのフィルムを。見たかお前、ぶっ倒れていて知らねえだろうけどよ、あの時見事ウルトラマンが倒してるんだ。言った通りじゃねえか。どうです、迫力あるでしょう。いや、こいつにウルトラマンの秘密というのが本当につけば、いや文句なし最近にないヒットなんですがね。偶然居合わせたにしろ、あんな場所でこれだけの撮影をやってのけるとは並の民間人じゃないだろう。田島プロデューサー、今正面玄関にウルトラマンのフィルムが届きました。本当か。どこへ行く。届けた相手を車使います。キャップ、
フィルムを持ってきた男は。わざわざ届けてきたフィルムが葛藤シーンの追加だと来やがる。どこまで気を持たせやがるんだ、まったく。今のところ気づかれていません。フィルムは格闘シーンの追加だった。ウルトラマンの秘密とやらを見るには時間がかかるらしい。ああそうですか。必ず突き止めます、キャップ。各大学の登山部、プロの探検家のリストと学術団体の所在地だ。睦弥隊員、至急洗ってもらいたい。俺も手伝おう。いや、丸目と戸部には別の任務がある。光が見たと主張する UFO、 それに怪獣とそれを撮影したフィルム、もしこれらに関連があるとすると敵の狙いは何か。それじゃあキャップは、まさか科学警備隊を。キャップ、光隊員が。急いでくれ。はい、片っ端から洗います。君たちは例の山岳地帯だ。あの山、あんな場所だ。まだ怪獣の回収も終わっちゃいないだろう。徹底的に調べてくれ。了解。確かにいるはずだが。何者だ、出てこい。とうとう罠にかかったな、ウルトラマン。なんだと、貴様は。お前が見た UFO、 怪獣ミコノス、そしてウルトラマンとの格闘フィルム、すべてお前をおびき出すための罠なのだ。出てこい。ウルトラマンのすべてを知っているというお前は一体。わざわざテレビ局までお出迎えしたこの俺様が誰かわかるまい。残るは一箇所か。この調子だと望み薄いな。こんなバカなことってあるかい。例の怪獣が突っ込んだ跡形もないぞ。ポイント3263の7、間違いない。降りるぞ。怪獣はおろか、あんなでっけえ穴まで消えちまうなんて、一体どうなってんだよ。くそ、あたち。ん？見ろ。こんなとこに火山岩が飛んでくるか、おい。ただの事件じゃないぞ。ん？教えてやろう。地球制覇を目指す我々バルタン星人にとってウルトラマンのお前は邪魔なのさ。残念ながらこの家の中では変身できん。日本中の各地から莫大なエネルギーを盗んでこの家に様々な仕掛けを装備したたっ
ぷり苦しむがよい。そう、バルタン星人。忙しいのなんのってこう忙しくちゃロボットでも体が持たないんだな。電気エネルギーの盗難報告はすでに8カ所から来ています。うん、すでに発電所並みの消費量だ。ピグ、まだ探知できないのか。ちょっと待ってほしいんだな、やっぱり。出た、ポイント3271、山の中です。光が向かった方角だ。キャップ、例の怪獣は。光が危ない、すぐ発進する。中に光がいるかもしれん。早く探すんだ。キャンプ。光。危ない。地球上では急激に消耗する。バルタン星人はそのウルトラマンの弱点を利用するため、少しでも時間を延ばそうとしているのだ。大丈夫か？危ない！逃げろ！
しいとこだったぜ。ウルトラマンの秘密っての見たかったのにね。でもこれでよかったんじゃないかしら。秘密は秘密にしておいた方がね、光隊員。丸目隊員あたり悪い秘密があるんじゃないかの。そう、伏せておきましょう、お互いに。いやいやいや、そらないよ、ギャップ。セブンが天才科学者太田由香隊員がニュージェネレーションの記録でパワーアップさせるかも。新番組ウルトラマンニュージェネレーションスターズ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してこれからも我々を応援してほしい。また会おう。